皆さんこんにちは、ピアニストの赤星かなです。今日はピアノの練習で多声的な部分を弾いてるときにどの指を残しといたらいいのかわからへん、頭がこんがらがってしまう、譜読みが難しいという方に、私が日頃頭の中でこういうことを意識していて、そうすると頭の中がすっきり整理されて譜読みが早くなったりとか読みやすくなるよというコツを伝授したいと思います。本当にちょっとしたことなので意識しておくとこれからの練習にきっと役立つと思いますので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいなと思います。多声音楽といえばやはりバッハということで、もちろんねバッハ以外の作品でも多声的に書かれている曲はたくさんあるのですが、今日はバッハの作品シンフォニアの BWV796 をこの3世のゲージュアの作品を取り上げていきたいと思います。音符で細かく動いているところがたくさん出てきたと思うんですけど、例えば3小節目から3声になっていますよね。こういうところなんですけど、ズバリコツはですね、こういう風に伸びている音の伸びた先の縦の重なりを頭に教えてあげてから弾くということが、すごく多声的な音楽を理解するために、そして長く伸びている音を大事に聞きながら横と縦のラインを大事に演奏するためにすごく大切なことだと思います。例えばこの3小節目シーの音が長く引き伸ばされていて、2拍目の頭の時点でこの3声が、まあ、このつまり伸びた先っていうのは体でつながれた音のところまでこの音は音化がありますね、シの音が。なので2拍目の頭の音が縦にどういう風に重なるかっていうのをまず考えて頭の中にインプットしてあげます。この瞬間にソレシというこの綺麗な3声の重なりが生まれる瞬間がありますね。こういうところ先に教えてあげるとすごく手が分かりやすくなります。なので伸びた先を見てから指で弾いていく。で次のこの3拍目ではレの音と下のファのシャープの音が伸びていますね。で一番下のファの音っていうのは音化は四分音符なので、この一拍分が伸びていますね。なのでこの伸びた先って言いますと、アルトはファのシャープを弾いていて、ソプラノはレの音が引き伸ばされていて、この瞬間ファの音が一番最後まで伸ばされた瞬間にはこの3つが重なっています。なのでこの響きを聞いて止まるということもいい練習になると思います。この瞬間を意識する。で次のレの音はソプラノのレの音はそのまま引き伸ばされているので、今度はこのレの音がどこまで伸びているかというと4小節目の一番最後の瞬間まで伸びていますね。まあもっと細かくいくと次の小節も四分音符の音は伸びているので、頭に入れてからそこを目指していくっていう風にすると頭がすごくスッキリすると思います。まあ、この瞬間はオクターブですね。次2声で
分っていうのは、この拍の一番最後、ミの音と重なる瞬間なので、ドとミの音が3度の音程で重なってますよね。それを先に頭で教えてあげる。で、指は例えば2と3の指で終わるはず。この3度の音程を聞きに行くと思って、この一拍を弾いてみる。で、次は2度が重なって、4分の伸び切ったところの息つくところの縦のラインを確認して頭に先に入れてから指を引く、譜読みしていくということをすると、すごく声部の理解にとっても役立ちますし、譜読みも早くなるし、頭がねすごくすっきりすると思います。読みやすくなると思うので、ぜひ参考になれば嬉しいなと思います。よかったなと思ったらぜひ試してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではさようなら。